はいよ、おはまるどうも、しょうまるセブンでございます。はい、本日はですね、俺がよく使う、武器の組み合わせってのをちょっと紹介しようと思います。基本的には前衛ですね。戦闘に立って撃ち合う武器の組み合わせの紹介でございます。あとはね、あんまり使わないけど、おすすめの、武器の組み合わせってのも紹介しようと思います。はい、では普段ですね、ツイッチで配信しているので、説明欄よりフォローお願いいたします。ゴーゴット。はい、じゃあ、前衛編ということでね。スナイパーは、なしで。まず、一番おすすめ組み合わせ。これですね、ウィングマンと RQQ。もう、これが、俺の中で一番安定だと思ってますね。ウィングマンで、中距離、たまに遠距離。で、しかも近距離も、強い。そこそこ強い。で、RQQ で、どんくらいですかね、50メートルくらいまでだったら、そこそこ撃てるんでね。かつ、近距離、スーパー強い。おそらくこの組み合わせが、上級者の中では、一番多そうかな。その前衛編ということで。NRG のエースも、ほぼこの組み合わせですかね。個人的というか、世界的にはこの組み合わせが俺は一番いいと思ってますね。はい、じゃあ2個目。ウィングマンとピースキーパーっすね。これもやばいっすね。えぐい。ウィングはさっき言った通り、中距離。中距離、また近距離、遠距離。ピースキーパーっすね。基本的にはもう近距離のみっすね。近距離のみ。ただ先日のアップデートでね、めちゃくちゃ強くなったんでね。持つ人相当増えましたね。敵になったらもう本当にピースキーパーうぜーってなっちゃうんですけど。たださっきと違って、さっき RQQ だったんですけど、ピースキーパーやっぱ安定感に欠けますね。安定感が欠けますね。で、外すっすよね。これがちょっと怖いっすね。あと、RQQ は結構味方のカバーしやすいんですよ。エイムクソることないと思うんですけど。ピースキーパーマジで、クソったら、カバーなんなくて、味方死んでしまうってことあるんですよね。この組み合わせは本当にもう安定感かける上級者セットですかね。初心者にはそこそこちょっとおすすめできないですけど、こういう組み合わせもありますよ。個人的には2番目に持つ組み合わせですかね。このウィングマン、ピースキーパーは。はい、じゃあ3個目ですね。ウィングマンとプラウラー。ウィングマンはもうほぼ確定ですね。個人的には。あとでまたウィングマン以外のも紹介します。ウィングマンの説明はもう不要ですね。で、プラウラーなんですけど、おそらく今見てる人でもあんまり使わないかなって思いますね。俺の配信見てる人は使うかもしれないですけど。実は結構強いです、これ。ちょっと撃ちますね、35発。490なんですよね、490。つまり、半分外しても全然いいみたいな。4割ぐらい当てればもういいみたいな。だから、99に比べて、ワンマガで倒しやすい。威力一発14なんですけど。で、しかも35発。レートはもちろんちょっと、99より遅いんですけど、そのリロード挟まない分、倒すスピードは実は速い。99リロード結局入って遅くなっちゃうんですけど、プラウラワンマガで、やっちゃうんですね、これ。やれます。で、しかも腰打ちの精度スーパーいいんでね、マジで。全然開かない。一番最初に紹介したウィングマンと RQQ の組み合わせよりも、99ワンマガで、もちろんやれないんですけど、プラウラはちょっと使ってみてほしいですね。こっち。本当に変わりますよ。本当に強いと思う。ただ、このセレクトファイアですね。これがないと少し難しいかなって気がする。この弱点としては、ちょっと、このセレクトファイアが見つからないときがちょっと難しいかなって感じですね。もちろん5点でも全然強いんですけど。多分これは結構慣れてないと難しいかな。個人的にちょっと初心者向けにおすすめのセットですかね、これは。プラウラーに関しては。はい、4つ目。RQQ、2丁っすね。これは本当にね、やばいね。近距離無敵。近距離無敵です。おそらく近距離一番最強の組み合わせだと思いますね。99、これで打ちましょうか。99、打ち切っていいんですよ。打ち切った瞬間、もう変えて、もうこのスピード、もう無理。もう無理っす。おそらくこれを超えるものないですね。ただ、タワーの消費がめちゃくちゃ激しいんでね。ライトアームの。そこだけがちょっとネックですかね。
まあ、ただ近距離においてはもう最強なんでね。使ったらこれ以外使えないんじゃないかってレベルで。よし。うん。まあ、ただその代わり、中距離打てなくなるんでね。まあ、そこだけは、オーマイガーですね。まあ、言うて近距離武器だけどこのゲーム相当強いんでね。まあ、使ってみてください。はい、じゃあ次ですね。R99 と P2020 のハンマーポイントですね。これ実はかなり強い。まあ、使ってる人そうそう見ないんですけどね。まあ、さっきと違って、ハンマー、まあ、PC2020 なんでね。ライトアームの節約になる992丁に比べて。まあ、アーマー削って、これですね。え、持ち替えも結構早いですよね。あ、ちょっとミスったけど。もうこんな、結構殺せる。まあ、シーズン3でほぼ見なくなったんですけど、結構使ってるんですよね。あの、MVP のラッサン。わかりますかね。まあ、あの人も結構使いますよね、この組み合わせ。まあ、今ちょっと途中で変えちゃったけど、まあ、R99 と P2020 だったら、まあ、99全部打ち切ってから、ハンマー変えて、ぶっ放すね。これでいいと思います。まあ、これも相当強いです、近距離。はい、じゃあ次、フラットラインと、まあ、ピースキーパーですね、まあ、ショットガン。で、フラットライン結構人気なんですよね。結構強い。特に近距離ですね。中距離というか、やっぱ近距離ですね。まあこの組み合わせ、まあ一応ライフルなんだけどね、まあ近距離寄りですね。まあ個人的には、まあヘビーアモの優先度、ウイングマンが1番ですね。で、2番目がまあフラットラインですね。で、フラットラインに関しては、まあ一応アンビつけようね、まあチェキ打てちゃ打てるんですけど。やっぱ移動速度が遅いんでね、ウイングマンと打ち合ったら負けるんですよね。もうほぼ負ける、フラットライン。その点やっぱり弱いのかなって感じする、ライフルは。ウイングマンに比べたら。まあ、近距離はウイングマンより強いけどね。近距離はウイングマンよりか強いけど、中距離はちょっと厳しい。まあ、近距離もまあピースキーパー持ってるけど、まあ、ほぼフラットラインで仕留められる感じですかね。まあ、たまーにも作りやすいですね、これは、俺は。はい、じゃあ次。ですね、ウイングマンとエヴァ8っすね。まあ、これはもうピースキーパーとほぼ一緒なんですけど、まあ、ピースキーパーに比べたらね、やっぱ安定感あるんでね、エヴァの方が。倒しやすい。まあ、俺もちょいちょい持つ組み合わせですかね、これは。うん。まあ、そこそこおすすめです。はい、じゃあ最後になります。最後はウイングマンとディボーションですね。まあ、ウイングマンもちろん中距離打てる。で、ディボーションもまあ中距離打てるっちゃ打てる。ただ、移動速度はちょっと遅いんですよね。ただ、DPS はクソ高い。一瞬ですね、一瞬。で、ディボーションは中距離よりもやっぱ近距離ですね、近距離。近距離がマジエグいんですよね。精度もそこそこいい。上に DPS 高すぎる。ターボチャージつけたらマジでやばいからな。で、しかも弾も多い。ワンマーで倒せる。これは強い。正直これ1本でも全然強いですよね。で、弾多いから、まあ、まあ初心者中級者向けにいいかな、ディボーションは。うん。はい、じゃあまあ自分がまあよく使う組み合わせですかね。はこんなもんですかね。まあ一番最初に紹介した R99 とウィンギマンの組み合わせなんですけど。まあやっぱ99に関してはリロード挟んじゃうんでね、倒すの結構難しいんですけど。プラウラーと、まあ、ディボーションに関しては、まあ当てやすくて、まあ弾も多い。ってこと考えたら、まあ結構初心者中級者にはおすすめですかね。まあウィンギマンは もしかしたら当たんないかもしんないけど。まあ、RKK よりかはそっちの武器使っていただいた方が安定するかなって思いますね。で、ウイングマンが苦手な人は、まあもう中距離捨てちゃっていいから、まあ RKK2 丁とか、まあ RKK ハンマー、まあそういったものも使っていいと思います。はい、じゃあまあこんなもんですかね。うん。ご視聴ありがとうございました。普段は Twitch で配信しているので、説明欄よりフォローお願いいたします。まだね、バイバーイ。